1874年の天体観測隊。清水は真ん中にいる。清水誠明治32年2月8日は、明治時代の実業家、マッチの製造で知られる、加賀藩士の子。1870年に、フランスの理工系学校の名門イコールサントラル。パリに留学。そこで、理工学を習得する。この時に学んだ知識が、マッチ開発の際に役立ったと言われている。 フランス留学中の1874年にフランス外遊でパリを訪れていた当時の区内時間の吉井智美からマッチ製造の研究を進められる。翌年東京でマッチ工場を創業。さらに翌年新引き離社を創立する。広く他社にも製法の指導を行った結果、マッチは日本の主力輸出産業となったが同時に多くの粗悪品も輸出され、 日本製マッチへの信用を失い、その煽りで1888年に新ヒキリ社は倒産した。主にマッチの製造で知られる清水であるが、金星の太陽面通貨を日本人として初めて写真撮影に成功した人としても知られている。フランスの天体観測隊に同行し、1874年12月9日の太陽面通貨を神戸市にて撮影した。 神戸市の諏訪山近世代には、近世果実測研の書と円筒形の御影石に刻んだ記念碑が建てられている。1899年、廃園のため死去。新ひ切り者の所在地は、後年、清水誠検証会によって突き止められ、その後地にできた東京都立両国高等学校の敷地内に、1986年に、 国産マッチ発祥の地の記念碑が混流されたのだ。石川科学教育研究会編、科学風土記、消化棒、1997年。ISBN 978から4から785386696。服部俊長、自転有名人の死亡診断近代編付録、近代有名人の死因一覧14ページ、マッチ業界の多角化マッチの世界。 ありがとうございます。